次のプレゼンテーションは超小規模製造業におけるクラウド導入事例と題して、小倉重工代表小倉拓也さんに発表いただきます。それではよろしくお願いします。皆様こんにちは。紹介いただきました小倉重工代表の小倉と申します。本日は超小規模製造業におけるクラウド導入事例という内容でお話しさせていただきたいと思います。超小規模と表現しましたが、当事業所では現在従業員6名、そのうち5名はパート従業員です。その中でどのようにクラウド導入していったかという発表となります。どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、簡単に事業所の紹介をさせていただきます。2012年に創業し、品質の良いものづくりで社会貢献するというモットーとして事業を営んでいます。主な事業内容は次の2点です。1つ目に組み立て事業、水洗関連アイテムの取り扱い、主にキッチンや洗面台に使われているシャワーヘッドを数多く生産しています。従業員の6名がこちらに従事しております。2つ目は射出成形事業です。全自動運転による無人稼働、小ロット生産など幅広い生産に対応しています。こちらは主に私一人で対応しています。さて、一人で創業しおよそ10年、売上従業員数は順調に推移してきました。しかし創業当初から一人で仕事を管理してきた私には多くの問題が発生します。その問題点とは、管理項目、間接部門の仕事が増え、生産に手が回らなくなってきたことです。具体的には次の点が挙げられます。部品の管理、作業記録等の確認、伝票処理や支払い、勤怠管理やスケジュール調整、受注管理や材料発注などなど、これらの問題を解決するため業務改善に取り組むことを決意しました。その手段としてシステムの導入が考えられましたが、システムに多くの費用をかけることはできません。また従業員にパソコンを操作できる人材がなく、こちらも課題でした。どのように解決に導いたかというお話に移ります。まず私の頭の中を整理すると、低コストで導入できるシステムが欲しい。二つ目に、シンプルに必要な情報だけを集めたい。スマホ、タブレットでも入力できる。これらを検討した結果、キントーンを導入することに決めました。なお、このツールの選定には支援機関のアドバイスをいただいております。また、このコンセプトのように自分のイメージするシステムを作りたいと考え、支援機関にはキントーンの使い方をアドバイスしていただき、アプリケーションは自分自身で作成していきました。次に取り組んだ結果を代表して3つご紹介します。1つ目は、まずは簡単にできることから始めようということで、今まで紙に書いていたものをデータにするアプリを作りました。画面左が手書きの内職さんの記録です。何を何個作ったという要素だけが重要です。画面右側が作成したアプリです。一番下の12月20日の入力例をご覧ください。
品番は選択式、数量を入力するだけで、はい、簡単に手書きと同じ書類が完成です。さらに集計ボタン一つで支払い明細書を作れるようになりました。この成果は毎月10件、4時間程度の集計作業が30分ほどでできるようになったことです。内職の記録をデータ化したことで数値を流用し最大の効果を上げることができました。2つ目ですが、アプリを使って休暇申請を行うということを考えました。当事業所では子育て中心の働き方を希望するパート従業員が多く、おおむね週4日の希望出勤です。ワークシェアリングをして生産調整をしています。休暇の申請と情報共有を目的としてアプリを作りました。左側をご覧ください。以前はカレンダーの希望日に名前を書き込み調整していました。そして右側のようにアプリを作りました。12月27日に休暇を申請する様子をご覧ください。希望日のボタンを押します。ユーザー名は自動入力です。あとは休暇の種類を選択するだけで完了です。はい、12月27日に、名前が入りました。このアプリの成果ですが、情報共有ができるようになったため、今まで私が行っていた生産シフトの調整を現場の責任者ができるようになりました。3つ目です。従業員に作業日報を記録してもらう。ということで、こちらをご覧ください。左側が手書きの日報です。4月6日を例に、こちらはスマホを使った入力の様子をご紹介します。時間を入力した後、品番は絞り込みのワードを入力して選択します。あとは個数の入力で完了です。このアプリを使用した従業員の声を紹介します。自分で入力する項目が少なく、最初から直感で操作できた。使い始めてから3日で覚えることができた。との感想で、簡単に早く浸透したことがわかります。また、このアプリの成果として、入力した情報の確認作業が早くなった。外出先であっても作業の進捗確認ができるようになったことが挙げられます。最後にまとめとなります。アプリケーションの開発で意識したこと。一つは、データは 100% 収集できないと意味がない。入力作業が簡単でアプリの使用率 100% を達成する。複雑な操作は従業員への浸透率に影響する。もう一つは、入力時間は最小限に、入力を少なく選択式にするというキーワードで考えました。データ入力が仕事とならないようにする。文字入力を極力少なくし、入力時間を減らす。
一言でシンプルで使いやすいが重要であったと思います。最後になりますが、キントーンの導入からわずか4ヶ月の間にこれらのアプリをリリースしてきました。短期間で軌道に乗った要因として次のように考えています。必要な情報だけを集めるということも意識してどのアプリも簡素化できた。紙の記録をデータ化するなど簡単にできることからスタートし早く展開できた。データ化の副産物としていろいろなデータを紐付けしアプリの持つ情報をとても有意義なものにできた。以上のように私の抱える問題を解決したいと取り組んだ結果、間接部門の業務がスリムになったこと、従業員がスマホを用いたデータ入力ができるようになったことなど、業務の改善が認められる結果となりました。従業員6名の超小規模製造業でもできたクラウド導入事例でした。以上となります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。質問のある方は挙手をお願いします。では石川さんからお願いします。ありがとうございました。これ社長が全部作られたということなんですが、なんかその辺の難しさみたいなあまり感じられませんでしたか。ですね、紹介を均等の紹介を受けたときに、まあ、自分の直感でできますよということで、そうですね、操作することは比較的こういうことが好きだったこともあって、すぐに入ってきました。ただこの発表でもお話ししたように、作るのが自分なので作った結果使う従業員が苦労する、時間がかかるっていうことがとてもマイナスになるので、そこを、意識したというか気を使ったところが一番、苦労したところかなと思います。ありがとうございます。じゃあそれに関してもう一つだけ、こういう手書きでやってらっしゃったのをアプリに変える素晴らしいことなんですが、よくあるのが従業員さんから結構抵抗があったりとかいうのは特になかったですか今回は。はい、抵抗にならないように、先ほども、抵抗になった時っていうのはもう使えないとか、なるといけないので、最初の入り口はすごく小さくして、本当に、品番を選択して数だけ入力してくださいと、もう本当にそこから入りました。で、慣れてきたところでいろんな情報をちょっとずつ、後からアプリを育てていくようなイメージで、情報を増やしていくということで、使い始めて1年半ぐらい、従業員さんになるんですが、1日も欠かさず全員が、入力できている状態が今続いています。ありがとうございます。ではお願いします。はい、発表ありがとうございました。私もキントーンを開発する専業の SIR をジョイゾーという会社におりまして、キントーン の, 画面とか見るとちょっと質問したくなってしまうんですけれども、はい、途中でですあと最後でですね、いろいろなデータが有意義に使えるようになったということを書かれてたんですけれども、アプリが連携されていて、ここの有意義さというかどんなふうに有意義になったかというところがちょっと気になったので、もしよろしければ教えていただければなと思います。まず一つは、一番最初に紹介させてもらった事例なんですけれども、本当にもう数字が手書きであったものは、そこに例えば単価を入れて合計金額を出してといって計算をする、それだけで計算ミスがあったりですとか時間がかかるというのが、もう一月を通じて常にアプリに入力していくという状態ができたので、もうすぐに計算式だけ入れておけば合計金額いくらですよと、ボタン一つでできるぐらいのものが最初に作ることができました。もうそれ1個作っただけで、もう費用対効果といいますか、すごい自分の作業が楽になったなと。もともとコンセプトは自分の仕事が大変なことをなんとかしたいというところだったんで、もうそこの
感じれたというところが大きくて、まあ、あと、ちょっとご紹介できない、事例もいっぱいあるんですけども、ですね、自分が機械で製造したものっていうのを全部今、スマホとかタブレットと使って毎日入力をしているんですけども、もうその検索がやっぱりいつでもどこでもいつ何を作ったどういうことが起こったかっていう情報をどんどん貯めれるようになった。でやっぱ紙のデータですとこう帳票類探してどうだったかって、もうやっぱそこが、すごく大きく変わったなというふうに感じています。はい、ありがとうございます。非常にシンプルで、まあ、キントーンを使われる方は一番こうミニマムにスタートできるっていうところがすごく顕著に出ている事例だったなと思って聞いてました。あともう一個これはあれなんですけど、日付がドロップダウンで年と月を入れてらっしゃったかなと思ったんですけれど、これ年が変わるたびに追加をしていくっていう感じ、いつまで増やしていけるのかなっていう技術的な話なんですけど、日付フィールドを使わなかった理由っていうのは何かあったりするんですか？ですね、その帳票が1ヶ月単位のものでしたので、はいはい、まあ、当面は少し選択式に3年分ぐらい入れてあるんですけども、うん、まあ、1年に1回更新すれば、うん、最新年度がすぐ出るようにして、なってますので、はい、まあ、その辺はそうですね、使い勝手は、まあ、自分で使っている部分が多かったのでその辺でいいかなというところでやらせてもらってます。わかりました。日付フィールドを使っていただくと絞り込みとグラフを出すときにすごく楽になるかなと思ってまして、ちょっとそこだけ気になった話をさせてもらいました。ありがとうございました。今後は社外の取引とかにも使われるようなこうシステム展開とか考えられてたりしますか？そうですね、できましたら、例えば私は射出成形の事業の部門が自分でやってまして、そちらの部門もアプリを使っているんですけども、例えば同業他社さんにこういったものできてますよっていう紹介したりですね、例えば自分が作ったアプリケーション、まあ、情報の取り扱いとしては全く一緒なので、何かそういうところで展開できればなっていう、これから考えていきたいなと思っているところであります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ではここで発表を終了させていただきます。